チール・カトラリーフランツ2世のカトラリーここでは食卓用のナイフ、フォーク、スプーンなどの総称としての意味について解説する。高級のカトラリーには銀合金製のものがある。銀が用いられる理由として中世ヨーロッパにおいて多い継承者に対する毒殺が横行しており、とりわけ無味無色無臭で水溶性のヒ素が多用されていたことが挙げられる。当時は料理を盛り付けた際に 銀食器が黒変することでヒ素の混入を検知していた。これは毒に使われたヒ素が銀や鉛の精錬時の副産物として得られたもので、さらにヒ素の生成技術も未熟だったために混入した溶が銀と反応して黒色の硫化銀を生じるためである。しかし、ヒ素と銀は直接反応しないため、純度の高いヒ素が用いられた場合には検出できない。なお、一度に 大量のヒ素を持ったのでは直ちに毒殺であることが露見してしまうので毎日の食事に少しずつ混ぜることでヒ素中毒に至らしめ病死のように見せかける使い方がされていたこのように銀食器は元来は毒殺除けであったが王皇貴族の食卓で長らく徴用されていたことから高級食器の代表として扱われるに至り現在でも高級感を求める迎賓感や 貴族の邸宅、高級レストランなどで広く用いられる。中世ヨーロッパでは、銀食器に次ぐ高級食器として、鈴合金など、生の食器が用いられ、一般には、鉄製のカトラリーが用いられていた。19世紀以降は、銀などの代用品として、ニッケルシルバーが大量に用いられるようになり、現代では流通するカトラリーの大部分は、ステンレス構成である。 6人分のセット現代フランス語ではカトラリーをクーバーツ・クベールと言い,い、それを何人分かセットにして箱に入れたものをマナジャー・メナジェールというが結婚の贈り物としてメナジェールを贈ることが習慣のようになったのは19世紀半ばのことだという。デジタル大事戦、カトラリーハット AB 図解入門業界研究最新調剤薬局の 動向とからくりがよくわかる本集和システム 2012P136AB 図解入門最新金属の基本がわかる時点集和システム 2015P199 ルイーズ・トーマスレ・マナジャースでプラスで150案レモンド・アラザン6フェーブルリ 2010P8 ありがとうございます